こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日なんですけど、浅草に来てるんですけど。そうです。浅草に来ました。浅草といえば、もんじゃ焼き。浅草名物のもんじゃ。ね、そうですね。うん、海鮮もんじゃ、のすけさん、創業明治4年。店構えからなんかすごかったんですかね。もう一番もうあそこだって感じで。いや本当に本当にここだった。本当に冗談抜きで。結構ボリュームやばいんですよ。そうなんですよね。このボリュームですから、ね、これ頼みましょうって言ったら、はい、とりあえずもう飯やろっす。今日飯やろやりましょうっていう。飯やります。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあお出しください。これってどれですか？明太もちもんじゃですね。チーズトッピングなんですけど、があのおすすめだと。それにこうチーズがトッピングされる形です、ね。チーズ、はい、いけますよね。全然いけます。それで。それで。はい。さっき運ばれてたのがめっちゃすごい。これ飲んだって。海鮮もんじゃですか？海鮮いきますか？おすすめは、おすすめは岩手県産のさっきのいつか牡蠣ですか？そっち行きましょう。おすすめなんだよ。今の時期だと、もうすごいしっかりしてて、じゃあ行きましょう。そっちで。じゃあ、何ですか？海鮮と、これ。これか、これか。海鮮と、これ。メンタルの一番じゃ。と、あとおすすめの。おすすめ。はい、はい、お願いします。はい。はい。お願いします。はい、がまーい。食べれるレベルで。全然食べれるレベル。そうですね。やっぱ今一番美味しい。海鮮ってなんでこんなうまいんですか。わかんない。海鮮で嫌いなもん一つもないわ。食べるね。もうすでにうまそう。うまそう。今までもお腹はーい。あ、これ完成。はい、これ完成です。絶対うまい。絶対うまい。絶対うまいです。絶対うまい。絶対うまいですか？絶対うまいです。このままで、うん、お召し上がりいただきたいんですけど、もし受付がになるでしたらお問い合わせしますので、こちらをお願いします。はい、ありがとうございます。完成ですよ、これ。はいはい。いただきます。うまい。ちょっと言ってくださいよ。あのトゥルントゥルン、トゥルントゥルン。多分にやけたら美味しくて。いただきます。めっちゃうまい。トゥルントゥルンです。トゥルントゥルンですか？トゥルントゥルン。
おきれないか大丈夫ですかこれ放送事故ですよ見とれちゃっていやでも見ちゃうよ、ね、あ具はあんまりもうザクザクやりすぎないですねそうなんですよ社長のつもりであんまり切ないでって注意されて、仕上げで鶏の方に入れてはい めっちゃうまそう、はい、どうすか食に技出ましたよ随所に随所に出てましたよ食べましょう食そう最強最強最強いやいや、絶対うまいもんじゃうまいだけじゃないんですよ、はい、最強っすあ、最強っすかえ、結構もんじゃ界の中でもトップクラスです今まで食ったら結構ガチでやばいじゃないですか熱いんだよね、やっぱ最初は味がちゃんと分かる熱さ味が分かる熱さなんか熱いだけだったりするたまに熱すぎて味が分からず飲み込んでそんなのないっしょあるある味に味を楽しめない味にねそれ温度の話やん味に深みがないんですよそういうのこれ深みがあるんですよ確かにそれはあるねピザ。あ、まあまあ、2倍がね。和製ピザ。和製ピザ。和製ピザ。入ろう。
あ、これもう最高だわ。バリクスうめえ。バリクスうめえ。ちょっと味を変えにね、この青のりを使って味変したいと思います。さっきお店の方言ってましたもんね。徐々に徐々に。ちょっと海苔途中で入れてみてもいいですよ。プロフェッショナル。すげえ下手っすね、やっぱり。いや、ほんとやっぱ、ど下手っすもんね。これが素人の海苔っす。下手。いや、多分難しいんじゃない？このね、だって下コースか。お姉さんサラサラと入れてたからさっき。これが素人の海苔っす。もうやめようだよ、楽しいから帰りたくない。やっぱ変わるね。変わる変わる。美味しい。全然変わる。俺なくてもいい派だな。なくてもいい。ただ俺はなんか、まあ、どっちもいいんだけど、さっきの海鮮は本当にあった方がいいなって感じ。あ、でもあっても美味しいんだよね。絶対あった方が美味しい。酒がね、合うんですよ。酒がね。とどめね。とどめなさい。ピンってくださいよ。これが好きなんですよ。これが好きなんですよ。あなた。これが好きなんですよ。これが好きなんですよ。おそめ美味しいよね。おそめ美味しい。それはわかる。それどうでした？いやもうね、まあ、最初牡蠣から食べたし。牡蠣から食べました。牡蠣食べて。その後海鮮。海鮮。で最後明太子もちチーズ。名物の明太子チーズ。食べたんですけど、まあどれももちろん美味しいんですけど、一つ一つなんか味が本当に、まあ、さっきも言ったんですけど深みがすごいあって、あのね、なんだろう、熱くても本当に味が染み渡る美味しさ。そう、でもね、それ二人言ってるんです。俺それよくわかんないですね。その、いや本当に熱いものだと熱しか感じなくて味がしないんですよ。本当に？本当に。それはわかんない。でもそうなんですね。申し訳ないですけど、はい、それだけは気持ちがわかる。そこだけ。そこだけわかる。そこだけ。熱くて飲み込んじゃって味わからないっていうのが通常なんですけど、はい、これ本当に熱いんですけど、あの本当に味がここに口の中に広がるっていう感じ。しっかり残る。その後に飲み込むんで、はいはい、味が伝わってくるんですね。じゃあにどれ良かったですか？僕はでも明太もちチーズ。あ、そうなんだ。でそう、俺は海鮮もんじゃん。俺も海鮮ですね。でも一番最初に牡蠣のネギがうまかったんですよ。そこ？いや、これね、牡蠣と一緒に焼いてるから牡蠣の出汁が出るんですよ。まあそうですね。あのネギすごい美味しかった。まあ確かに美味しかったですね。牡蠣、うん、は本当に美味しかった。牡蠣美味しかった、うん、なんできっちりもうメシテロできたかなと思う。たまにメシテロやっていきましょうよ。そうっすね、はい、ここも継続的にそうっすねやりました。つんごいないと海鮮食えるんで。そうっすね、そうっすね。つんごいないときは海鮮。つんごいるときは絶対肉になるんで。間違いない。じゃあ、何が海鮮もね。そうっすね、いや、いいっすいいっす。はい、じゃあ、お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。ごちそうさまです。ごちそうさまです。はい。